安倍晋三内閣総理大臣および松本純内閣府特命担当大臣に宛てて、避難用住宅提供打ち切り撤回と避難用住宅の長期無償提供を求める署名を二次提出いたします。区域外避難者は3月末意に反した帰還を余儀なくされるか、理不尽な移住を強いられるのか、やむを得ず避難住宅に残留するのかという崖っぷちに追い込まれました。避難者は物ではありません。4月1日以降も生活します。汚染が3月31日で消えることはないでしょうが、避難者も消えません。生活に必要な避難住宅が途切れることがあってはならないのです。よろしくお願いします。このなんですかね、住宅提供をしている国、そして責任のある東電が全く当事者意識も危機感もない、それはあの東京都にもないんじゃないかという感じがしてしまいますけれども、その一方で、避難者は非常にこの3月31日というのを、重く受け止めてですね、非常にもう避難者自身が自分たちを追い詰めてしまっているというんでしょうか。私自身は、4月1日以降はもしも、打ち切りが撤回されないで打ち切られてしまったとしても、残留避難者として、何の手続きも取ってないですけども、あの4月以降使わせてくださいっていうその申請だけは出しました。自分たちでですね、異性提出しましたけれども、それ以外の行政から来ている、書類は出してないですけれども、そのまま残留避難者として、生活することにならざるを得ないのかなと。行政にはそんなようなことをしないようにしっかり責任を持った対応を求めたいと思っております。年に 2,3 遍は帰ってですね、うちの、周り草が生えないようにとか、うちの中の、ネズミ取りを取り替えたりしてます。私とか幸い地震で壊れなかったんですけども、もう周り の除染は庭だけですから、周りの畑は全くそのままで、あの土壌線量のが非常に高いんですよね。で、放っておけない、帰りたい、しかし帰れないという、そういうあのジレンマの中で、まあ、6年、7年目を迎えているということです。こう行った時とかってあのどういうお気持ちになりますか？もう帰るとね、あそこから戻って3日ぐらいは本当にさすがにね、あのぐったりっていうか、もう精神的にちょっとね、もう打撃を受けますね。もう実態と全くかけ離れたところで、その福島原発事故の処理が終わりましたと、オリンピックの前には終わってますよということを、伝えたいという、その政策的なもうあのタイムテーブルに沿って進められているのが今の会場のあり方だと思うんですね。だから、まあ被害者住民の話もほとんど反映されてませんし、解除したところでもほとんど人は帰れない状態が続いているわけですよね。でこういうことは、まあ、言ってみれば被害者を、まあ、切り捨てて事故がなかったものにしちゃおうと、見えないようにしようという、政策の悪い意図がね、明確に表れていると思うんですよ。で私たちはそれを認めることはできないということで声を上げ続けていくつもりです。